YouTube をご覧の皆様、こんばんは。声優の大西あぐりです。今回はアプリ OD プレミアムで配信している大西あぐりの Do You OD 第6回の特別編をお送りします。そして今回はゲストをお迎えしています。ゲストはこの方です。はい、皆さんこんばんは。声優の田中千恵美です。よろしくお願いします。はい、うん、改めてよろしくお願いします。はい、ということで、うん、OD プレミアムの方でも私と田中のトークを配信していますので、はいはい、ぜひぜひ聞いてみてください。お願いします。そしてここからはこちらの企画をお届けします。うん、エルダーフラワー、癒しの花を咲かせましょう。うん、私のファーストアルバム Do You Agree にはセカンドシングルのエルダーフラワーが収録されます。うんうん、そしてそのエルダーフラワーの花言葉には苦しみを癒すとか思いやりという意味があるとのことで、この企画では田中と一緒にリスナーさんのことをたくさん癒していきます。お願いします。頑張っていきましょう。はい、ではまずは田中からお便りをお願いします。はい、ではラジオネーム岩石さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。癒してほしいことは何と言っても毎朝の通勤ラッシュです。うんうん、去年から都内に通勤していますが、満員電車でもみくちゃにされるとこれだけで1日のエネルギーの半分くらい消費されてしまいます。ところでアグポンは通勤ラッシュは得意ですか？なんとかアグポンを励みに毎日頑張っていますが、さらに癒しが欲しいです。うん、だって。ああ、なるほど。私も通勤ラッシュ得意じゃないけど、うんね、大変だね。大変だよ。通勤ラッシュってほんとイライラするよね。ね。すごい共感してるけど。いやー、なんかやっぱ、うん、私静岡出身で、うん、愛知出身じゃない、うんうん、なんか東京の電車ってさ、行き急いでない？まあ確かに歩くのも早いよね。みんなそう、まあ2分に1回ぐらいに来るじゃん、うんうん、ね、そんな落ち着いてって思うんだけど、こっちの落ち着いて落ち着いてってなるの暇もなく、うん、うわーみたいな。確かに押し込まれちゃうねみたいな。そう、でもこれでなんとかなかったらまた次のやつもどうせ込み込みだしね、時間的には。そうそう、すごいよね。東京ってほんと人多いんだって、ね、改めて思う。電車とかよく、うんうんうん、わかるな。ではそんな岩石さんにね、癒しの花をぜひ田中から、うん、え、私？そう。え、何？どうすればいいの？なんか言葉をかけてあげれば。うん、言葉をかけてもらえたらきっと岩石さん喜ぶと思います。わかる、わかった。じゃあみんないいのかな、そんなアグポンにって。大丈夫るけど、うん、田中あぐり田中でいきますから。じゃあまずはすいません、はい、田中から。じゃあ岩石さん、その気持ちわかるよ。そんな時はアグリの曲を聴きながら他の人の肩とか体に身を寄せて寝ちゃえばいいよ。なるほど。さ、もうそれを利用するとね。そう、通勤ラッシュってさ、うんうん、もう多分身動き取れないじゃん。そうだね。でみんながみんなに寄りかかってるでしょ、うん、どうせだから。そうね、そうね、そうね。もうそうなんだったらもうアグリの可愛い声の音楽を聴いて、うん、あーってもうやっちゃえ。あでちょっとテンション上げたい時はナチュリの楽曲を聴いて。あ、そうだね、確かに今日は気合い入れるぜっていう時はナチュリの楽曲でぜひぜひテンション上げて、ね、うん、盛り上げていただけると、ね、うん、いただければなと思います。はい、いや癒されたこと間違いなしでしょ。どうだろう。では続いて、はい、ドンパさんからいただきました。ありがとうございます。アグポンに癒してほしいことを募集中とのことで、うんうん、先日ホットケーキを、片面黒焦げにしてしまったのを、しまった私をぜひ癒してほしいです。アグポンが他の番組でホットケーキを焼いていたのを見て久しぶりに私も焼いてみたのですが、うん、少し他のことに気を取られている間に黒焦げになってしまいました。アグポンはお料理上手なイメージですが、何かショックなお料理失敗エピソードなどはありますか、とのことです。確かに。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あるある。なんか最初になんだっけ、なんかカレー味、うん、のなんだろう、
なんかタンドリーチキンみたいな感じのを作りたくて、うん、先にまぶして焼けばよかったんだけど、うん、あ忘れてたと思って後から振りかけたら、うん、カレー粉の方が先に火通っちゃうから、えーそっかそっか、そう焦げちゃって、あー焦げたカレー、そうでも洗い流してもう一回まぶしてから焼いた。あな中は焼けてなかったから。そっか、あでも多いよね、失敗ある、中は焼けてない系、そう多い多い、失敗したなって思いました、うんうん、じゃあそんなドンパさんに、うんうん、癒してあげて、はい癒そうと思います、うん、癒しの花を咲かせたいと思います。ドンパさん料理もやればやるほどきっと上手になるはずです。その間違いもきっと次には成長への新たな道が開けたということで大丈夫です。うんうんつっちゃった、うん、きっとそう、ちょっとまとまったかわかんないけど、うん、最初からうまくできる人なんてね、そうそんなにいないんで、うんうん、そうやっぱ久しぶりに会いたんだから、うん、しょうがないよ、うん、やろうと思った気持ちが偉い、そう偉いよ、そうだよ、そうですそうです、うん、いいコーナーですね、うんはい、ということでこの企画はここまでです。はい、はあ、癒してた、癒せましたかな、うん、田中のやつよかった曲も聴いてもらえるような気がするし、うん聴いて、うん、まあでも4日かって寝なくても、うん、単純にアグリの音楽を聴けば多分絶対癒されるはず、うん、あ田中となっちゃんの曲も癒されます、ノリノリでお互いをこう今宣伝し合っていますがぜひぜひ私たちの楽曲聴いてくださいね、うん、お願いします。はいということで以上エルダーフラワー癒しの花を咲かせましょうでした。ということで田中、うんはい、今日はゲストに来てくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。また他の番組でも、うん、グループチームでもよろしくお願いします、うんうん、お願いします。はいということでお相手は大西あぐりとゲストの田中千恵美でした。バイバーイ。